ですか、何かを躊躇するときですね、コンフォートゾーンを出ようとしたときに、やったことないから怖いだけなのか、それとも嫌いだからやりたくないのか、で、嫌いだからやりたくないんだったら、まあ、やらんでるんで、パニックゾーンに行っちゃう可能性があります。でも、こっち、やったことないって怖いだけ、もしそうだとしたら、それはちょっと勇気を出して、飛び込んでみてほしいって書いてあるんですね、そういうことなんですよ。これで大事な見分け方で。